坂井篤です。今日もよろしくお願いします。ですね、今日は桜舞うアスパラガスとポーチドエッグの温かいサラダをご紹介します。アスパラの季節ですね。これからどん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 夏に向けて美味しくなっていきますんで、ぜひ参考にしてください。ドレッシングからまず作ります。はちみつに赤ワインと赤ワインビネガーです。照りが出るまで鍋で煮詰めていきます。ボウルに移します。ボウルに移して塩ですね。塩。にエキストラバージン、オリーブオイル。これでドレッシング完成ですね。アスパラの掃除です。アスパラガス。上から5センチぐらいまでをですね、こうやって額の部分をペティナイフとか使ってきれいに取り除いてください。で、あとはこのまま5センチぐらい下をピーラーを使って抜いていく。太いアスパラはどうしても下の根元の部分が筋張って噛み切れないぐらい硬いので、こういう作業は丁寧にやっておくと仕上がりが美味しくなります。下から5センチぐらいですね。ここ硬くて食べれませんので切り落として、野菜のブイヨンとか使っている方はそちらに使用してください。なかなかご家庭だとアスパラがそのまま入るような鍋がないので、こういうフライパンを使って長いまんまですね、ボイルしていきましょう。お塩とエキストラバージンオリーブオイルで、沸騰した中に茎の部分から入れて、で優しく、茹で加減は仕上がりに竹串とかを刺して確認されることがおすすめなんですが、時間の目安としてはこれぐらいの太さだと 2L ぐらいですね。サイズでいうとこれぐらいの太さだと、3分ぐらいですか。ポーチドエッグを作っていきます。お湯にお酢を加えて、まずお湯を対流させます。菜箸とかね、泡立て器を使って、で対流させて、火加減は弱火です。対流させた真ん中に卵を落とし入れる。そうすると卵白が散らずに ラグビーボール状のポーチドエッグができます。触って白身のところと黄身のところの状態を見て、やけどしないようにですね、触ってお好みの加減を見てお湯から引き上げてください。はい、ではサラダに添えるクルトンですね。サンドイッチ用のパンを三角フライパンで両面
オーブントースターでもいいです。油を引かずに両面カリッと焼き上げます。では材料が揃いましたので盛り付けしていきます。アスパラガスね、ベビーリーフ、先ほどのトースト、ドレッシングはサラダとアスパラガスをかけましょう。で最後、桜の季節、桜の花びらの塩漬けをですね、軽く塩を洗い流して電子レンジでチンすると、こういう乾燥した桜の花びらが出来上がります。では試食したいと思います。まあ卵をね割って。この黄身のとろっとしたところとアスパラガスを一緒に、うん、桜の香りとパルマエザンチーズのうまみがすごい相性いいですね。美味しいです。セボンです。